してメールファックスいろいろいただいておりますが、はい、まずですね、大相撲の、はい、話題についてですね、はい、これは静岡県にお住まいの健太郎さんはですね、はい、あっこさんの言う通り、はい、大相撲は少しおかしいですと、うん、あれだけ晴れ間富士が騒がれながら、うん、裏で九州場所は普通にやってるんですよ。そうそうそう、はい、一方で白鵬の抗議の態度もおかしいです。やっぱご覧になりましたか。私もそう思いました、はい、正直言って違和感ばかりの九州場所ですと、うんうん、はい、いやでも私あんまり普段見ないんですよ。私見てたのはやっぱり今もうあの引退っていうか引退勧告受けたのかな、昔の高藤力、ああ高藤力関、力ちゃんとか、あと高野波関とか、はいはい、で高野花さんのお父様、今のお父様の時代によく知ってましたから、 あとはうーん、そうですね、そういう時代に仲良かったから今あんまり知ってる人もいないんで。じゃあ普段あんまり見ないアコさんが、はい、白鵬が抗議をしてる取り組みは、たまたま見たんですよ。ほとんど動物の勘としか、いやもうたまたなんじゃこらと思ったんですよ。リアルタイムで見たんですね、はい、ほんでこのなんか審議みたいなね、はいはい、あるのかなと思って、審議ってこのあの紙のあれじゃなくて、ええ、みんなでこう検討するのかなと、物言いとかいうね、はいはい、物言い、あれは明らかに横綱が物言いを促したんですよね、うん、でもそれはもう全然、いやいやもうあれはびっくりしました。ああいいのかなっていう。ただ思いのほか、ただ翌日、うん、それこそ役さんの意見じゃないですけど、はい、白鵬にもっと何かしらのペナルティーをっていう声が、はい、思いのほか上がんなかったですね。なかったですね、はい、それもちょっとまた新聞も書いてなかったし、はいはい、だから私も反対にえと思ったけど、あ、ヤクさんはそういうふうにおっしゃってたけど大した意見ではないのかなと思ったんです。うーん、まあ、人の取り方なんですかね。いやだからでもおっしゃってましたよ、ね、あの中継してる方もこれは珍しいことですっつって、はい、まあ、白鵬関横綱も翌日ちゃんと、まあ、改めてファンの方には大変申し訳なかったという謝罪をね、あコメントしましたけれど、あの方前にもあったんだってね。そうですね、うん、意外とあのもちろん記録大横綱ですけれど、はいはい、時々こういう、まあ、ぶつきを醸すんですよね。はなるほど、そう、はい、だから、まあ、あのよくね、うん、朝青龍とは違うという言い方を白鵬関はされますけど、あそうなんですか。やっぱりこうただただ荒っぽいイメージしかない朝青龍に比べて、はいはい、白鵬というのはやっぱりこうなんか善玉というか、あーはーはー、ヒールの朝青龍、はーはーはー、ね、貧困法制というかイメージが悪くない白鵬でした。大人みたい、大人って感じはしますけどね、はい、でも時々やらかすんですよね、うん、あなるほど、はい、はい、その健太郎さんはですね、最後にアッコさんがおっしゃった、はい、ファンがいる限り、はい、歌で頑張るという発言、はい、いいですねと、 ありがとうございます、頑張ってぜひ歌い続けてください、はい、はい、頑張りますいう意見と、はい、あとですね、これはですねラータンママさん茅ヶ崎市です、はい、先日のネットニュースですが、はい、アッコさんと、はい、大魔神佐々木和弘さんとの写真、はい、ああはいはい、日曜日先週の、はい、あれはちょうど佐々木さんがアッコさんと楽屋にこう、そうなんですよ、ね、私はアッコにお任せですけど、それでもう8時40分ぐらいに入って、でみんなとあの打ち合わせして、で終わったらご飯食べるんですけど、あの佐々木くんはサンデージャポンでしたっけ、はい、違いますよ、あサンデーモーニングですか、そうですよ、サンジャポンは太田たちだから、私たちの爆笑だから、ね、私たちの後になって関口さんがやってらっしゃる、サンデーモーニング、ね、あの、はい、張本さんが勝つっておっしゃるっていう、はいはい、でその番組出ると必ず楽屋に挨拶に来てくれるんです、あ、はいはい、で一緒に撮ったんですけど、はいはい、その感想がいろいろ出てましてね、はい、何ですか、身長差が結構あるわけですね、はい、佐々木君大きいですよ、はい、私より、はい、だからファンからは、はい、アコ姉さんが華奢に見えるとか、初めてこんなにアコさんが小さく写ってるのを見ました、あそうですか、あれ当たり前なんですけど佐々木さん190センチあるんですよね、そうですよ、それでもう胸板もすごい厚いですよ、本当にハートもいいしナイスガイです、ところがですね、手はアコさんの方がでかいですねっていうコメント、いやいや同じぐらいなんですよ、それで佐々木くんが昔この佐々木くんのフォークってボールあるでしょ、はい、ボールじゃないけど投げ球収集ですね、うん、はい、それを絶対外せないっていうのは私が酔っ払って、うん、そんなことはねえだろってヤコさん絶対外せませんよっての外れたからみんな引いたんですよ、つまり佐々木さんのフォークがすごいのは
このボールを2本の指でキュッと挟むこの力がすごいからまあ落ちるわけですよ。絶対みんな無理だっていうのを、あれね、カジバのバカ力なんでしょうね、外れたんですよ。まあ、いや、カジバじゃないでしょうね、自力ですよね。もうあの当時ね、今っていうか前に一回神田沙也加さんご夫妻、神田沙也加さんご夫妻っていうのも変だけど、はい、ご主人も一緒に時に、はいはい、神田正輝君もいて一緒に撮った時も、はい、佐々木いたんですよ、魔人ね。で彼なんか普通で飲むと、そこイタリアンだから普通にワイン飲んでたけど、私がよく行くとこ、彼も昔よく行ってた赤坂のそのちょっとした料理あるんですよ。そこなんかではピッチャーであるじゃない、はあ、氷入れたりする、はいはい、ピッチャーに氷入れて割って飲んでましたからね。ほんでお前ピッチャーだからすごいなとかって言ったの思い出したら、今回のまたぶり返しますけど、その春間富士さんたちもピッチャーで飲んでたっていうから、はあ、これピッチャーは関係ないな。関係ないですね、うん、ただやっぱスポーツ選手って飲み方豪快なんですね。なんでですか、体大きい人はなんていうのかな、私もよく言われるけど、肝臓をこう分解する力が普通の人より大きいんじゃないか。肝臓は分解しませんね、アルコールを分解するんですね。あ、そうそう。揚げ足取るね。あれ、はい、きっちり喋ります、今から。覚えとけ、ありがとうございます、ご指摘。アルコールを分解いたします。ピリッとしました今、はい、間違った発言、間違失礼いたしました。いやいやいや、大変失礼しました。いやいやいや、メールに戻りますね。アッコさんの方が手が小さく見えるとか、アッコさんの方が小さく見えると書いてあったので笑ってしまいました、はい、でラータママさんは、はい、今日は私誕生日なんで、あ、おめでとうございます。アッコさんからお祝いの言葉いただきました。おめでとうございます。おいくつになるの。ラータママさん書いてない、書いてないですね。女性はね、年、アメリカなんか何回も言うけど、本当に働くところに女性だとエイジとか書いてあると、それだけでもセクハラですか、差別になる。あ、そうなんですか。まあまあ企業によるんだろうけどね、でまあ、女性はやっぱりすごい立てるよね、でもおめでとうございま す, い, ますいい一日になりますように。はい、はい、よかったよかった。続いて、うん、平塚市のもやし妻さんですね。もやし妻、痩せてるってことでしょうね。なんだろう、好きなのかな。40歳だろう、もやし妻。はい、アッコさんが AI の、はい、AI スピーカーがね、はい、欲しい、はい、喧嘩するのもいいじゃないかと、はい、いうふうにおっしゃってましたが、はい、アッコさんが AI スピーカーと喧嘩して血圧が上がっちゃうのが心配です。いや、ね、なんかなんていうかな、もううちも結婚してこんな世話の話あんまりするの嫌なんですけど、36年でね、もうあんま会話もないんですよ、はい、で、まあ、スーパー行って、おとといなんか寒いから、まあ、鍋でもしようかなんて言って、鍋食べてても鶏がもうちょっとちっちゃい方がいいとか、ああ、もう鏡はいいじゃんとかね、鏡はいいじゃん。もう前は何食べるって聞いてたの、今日舐めもんだからねって、そういう、なんでこうなっちゃうんだろうっていう言い方がね、はいはい、したらああいうロボットとかだと、アイボ君にしようかどうしようか迷ったんですよ。アイボですね、アイボ、はい、流行ったじゃん、はい、流行ったって今もあると最新型が出るんですよね。そうなの、はい、そうなの、はい、でそれ今田君とかに聞いて、なら、アクさんね、いいですけどね、余計なこともするようになったんですよって、もうアイボはもう覚えちゃってね。でそういうのがあって、なんかこう一人の時に喋って相手してくれる人、テレビに向かって文句ばっかり言ってるから、私さっきの相撲にしろ何しろ、いやだから違うだろうとかね、ハゲは言ってないだ、言ってないよ、この違うだろうって言ってんのよ、一人で一人ツッコミして一人ボケしてんのよ、はいはい、本当それだから一人だと虚しいから、うん、それに答えてくれる。そう、それでね、うちのマンション一応動物ダメなんですよ。でもしちっちゃい犬とか最近好きになっちゃって可愛いなと思うんだけど、犬とかだと散歩連れて行かなきゃいけないとかって言うから。そうですね、猫は大丈夫らしいですね。猫は大丈夫だけど、猫はいろんなとこ飛び回ったりするから傷とかつくみたいだから、うち賃貸だから遠客するとき大変じゃないですか。せこいね。このアッコさんほどのですよ、国民の知名度2位の人がですよ、はい、そんな世話ばな俳優がホリプロだから。給料制、あ、そうですね。いやいや、でも、はい、ワンちゃんとかだとお散歩連れて行かなきゃいけないのに。そうですね、あ、でもね、いや、ペッ
ットは難しいと思いますよ。あ、ロボットでもダメかな。いや、ロボットはいいと思いますよ。いや、だから AI とかさ、うん、AI がだからどこまでアッコさん会話に対応してくれるかですよね。だって教えていけば向こうが。ただね、 AI スピーカーってのはそのなんかこう iPhone とまたちょっと違うのは、うん、あれは割となんかこうスマートフォンのさらに優秀なイメージなんですよね。例えば何とかについて調べてってアッコさんが言ったらこうスラスラっとこう調べて読み上げてくれるみたいな機能はありますけど、うん、その会話みたいなロボット的な、うん、アイボとか最近でペッパーくんみたいな、あ、ああいうものがちょっと違うんですよね。なるほどね、うん、そうそうそう、なんかあの何々おばあちゃんに送ってとかって送りましたとかって言ってるから、はいはい、そういうのはあるんじゃない LINE みたいな、はいはい、そうね、誰かに何か送るってあの文章ね、はい、送るのはないから、そうするとやっぱりそのロボットがね、アイボの方がいいですね、最新型の、はい、うん、まあ今あの考えてるんですよ。なるほど。なんかね、あのロボット買っても文句言いせん、君言葉覚えたかとかって言って、なんかはいとか言うと、君自分の値段分かってんのかとかねでもし十何万とかって言うと、ほんなら1万円はどれぐらいの値打ちがあんのとかなんかいじめたしないな。それ番組にしましょうよ。いやいやいや、ロボット自分の値段してんのかなと思って。そんな会話する飼い主いますかね分かんない、だって自由に使っていいわけでしょ。いや、分かった、性格に育ちそうですね。それでテレビで言えない、私ね、あいつ嫌いねあんた知ってるとかさ知らないの、こういうことなんだよ、こういうふうにしてる。誰か来た時にも喋ったらどうするんですか。いや、誰か来た時は絶対喋っちゃダメよっていうので、誰か来て一緒に帰るとするでしょ、はあ、お友達と帰ってて、はあ、誰々来たからね、余計なことは喋んなくていいから今日ははいお休みって言って、面白い、そういうふうにしたいなと思って。そういうの考えるとすごい楽しい。楽しいですね、うん、あ、こう人工知能とかそういうなんかこうペットがどんどんこうハイテク化していくと。でもよく考えないと、そのうちにあの映画なんか洋画で昔見たのは全部そうやって改革っていうか、あの改善されていくんだけど、最初は介護とかね、はい、であとはその災害とかあった時に人間が入れないところにそういうロボットが入ってとかね、今あのドローンもそうでしょ、はいはい、でもその海外、私が見た近未来的な映画は最後の結末として、そのロボットなんかに人間が支配されてしまうんです。なんか現実もそうらしいですよ。 AI っていうのをほっとくと最終的にやっぱ人間を滅ぼす方向に行くんですって。え、優秀すぎてやっぱ自分が主導権を取りたいから、だから最初のプログラムで人間を殺してはいけないとか滅ぼしてはいけないっていうのをプログラムしとかないと、ほっとくとやっぱ AI って危ないらしいです。本当？はいはい。わお。いや、だからやっぱり SF 映画は結構あなんかちゅうこう高等向けではないんですよね。はあ、そうらしいですよ。そういうこと注意書きで、もう最初から売り出すときになって。研究者がもうそういう前提でやっぱ研究していかないと、はあ、やっぱ本当に取り扱い注意のジャンル。だって今どんどんさ、文明は発達してんだけど、文化としてどうかなと思うこといっぱいあるよね。そのスマホ一つでさ、家のね、あのセンサーがついてて泥が入ったとかって言うと嬉しいけど、はい、なんか電気はつくわね、はい、犬を見ていられるわね、あんだけ昔防犯カメラあると嫌だって、プライバシーがないって言ってたのに、言ってました。いや、その犯罪者を摘発するのには防犯カメラっていいと思うけど、うん、そうです。このまんまね、はい、うん、なんか開発が進んでいったら、そう、人間の、いやいや、ものすごい進化の仕方で、スピードがねえ、はい、わお、だから言ってでしょ、やっとリニアモーターカー、はあ、リニアモーターカーですね。ねえ、私が小学校ぐらいのところから話題になってて、やっとできて、でオリンピックの時ぐらい名古屋まで40分だっけ、今もう40分、あ、大阪まで40分かな、名古屋まで40分だったと。そうそうそう、名古屋まで40分っていう。私ね、もうちょっとしたら70過ぎて名古屋まで40分で行かなあかん用事ないと思う。ほんなもっと身近なことを開発してほしいな。そうっすね。本当に。そう、それよりも鍋の時に解放してくれる相手ですね。そうそうそう。酔っ払って帰って起こしても怒らない人ですよね。そう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 。本当に、ね、そういうとか電車に乗るときに、はい、こうエスカレーターとかもうちょっと楽にしてくださるとか。はい、そうですね。うん、いやいや。あ、ここでまたちょっと電車の